なんかそういえば、なんかテレビで宣伝しよるな、なんか真面目なんとかで。こんにちは。え？こんにちは。釣れてます？うん、今来たとこなんですけどね。今釣れたのに目の前でポチャッと落ちた。あなたは真面目だと思いますか、自分で。そうですね。まあ、夢というか几帳面とか言われますけどね、釣りが趣味なので、まあ、釣りに行った時はもうなるべく釣り場をきれいにして帰ると。真面目というか普通ですけどね、これね、うん、私におもてなしをしてもらいたいんですけど。 あなたおもてなし、はい、どんな？うん、それではこの暑いのにご苦労さんで頑張ってください。ありがとうございます、はい、おもてなしの言葉です。いえいえ、アピールを。え、愛媛の真面目さ。はい、え。うん。愛媛は気候もよく温暖で、人間も温厚で、朗らかな人が多いので、ぜひ愛媛に来てください。なんかそういえば、なんかテレビで宣伝しよるな、なんか真面目なんとかで。真面目愛媛。多分勝ったと思うけど全部。